ちは、あやなんです。皆さんのはこんにちは、あやなんです。うんちげろ、まぬけぼけしばゆうです。あやいや、ぬけいだぜイエーイ。ということでね、もう皆さんも分かっていただけたでしょう。早速始めていきますか。そうですね、親子ソロコーデファッションショーですよ。そうねー、いちいちね、やっと言えた。やっぱうちらって全然こうおソロコーデとかしないじゃん普段。まあ、ソロはずがないんだよね、このファッションに。ソロはずがないんだけど、今日はちょっとこっちに寄せてもらって。あ、そっちに寄せるんだ。そう、普通寄りにするんだ。普通寄りに寄せてもらって。父さん、あ、すいません、あー、すいません、あそう、普段私たちは似通ることが全くない親子なので、可愛い感じの親子コーデのファッションショーをやっていきたいと思います。イエーイ、こっちだ、こっちだ。そして一番最後はもうちょっと驚きのコーデです。服を着てじゃーんっていうだけの動画なんですけど。あ、そう、それだけで、なんかテーマが決まってるから、はい、ちょっとコントを入れつつみたいな、うん、感じでやっていきたいと思います。あ、じゃあ早速着替えましょうか。はい、着替えましょう。それでは親子ファッションショースタート。それでは一つ目のコーデファッションショー、ポンさんからどうぞ。思っちゃうぐらい裸が綺麗なんだけど。お父さん、いや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 、ポーズよ、めっちゃ嫌がってるよ、恥ずかしいって言ってるよ。あー、見れない。あー、ごめんね、ふざけただけ。じゃあもう一回言ってきてください。せーの、じゃん。おー、かわいい。立って。ということで最初はおソロコーデ、ボーダーデニムコーデー。うわー、わマジ早っ。超良くない。ちょっと待って、次は早っ。ポンシュポンシュ、まだまだまだ。ちょっと公園に行くときみたいな感じ。おお、すごい。ジャーマン、ジャーマン。ここにね、可愛いニコちゃんがいるのが可愛いです。ちょっと偏差値低そうなカップルだよね。うわー、偏差値低そう、確かに。偏差値低そうだね。俺は低いわ。元ヤンキーカップルみたいな感じかな。あー、が構成して今こうですよ、うん、そう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 。大偏見です。今日もいいボーダーだね。そうだね。今日のボーダーとボーダーの間の間隔は5センチ、次の日は10センチ、その次の日は15センチ。それを続けていくうちに無地のTTTシャツになるんだろうな。無地のTTTTシャツになってるからね。ということで、ヤンキー構成コーデでした。はい、次行こう。次、それでは2つ目のコーデです。いや、 B の方でしょ。はい、題してオーバーオールコーデでーす。おー、かわー、こっちだ、これで、これです。ちょっと待ってください。ん、こっち。ああ、クッキーだ。なんで野生爆弾さんついてるの。クッキーついてるよ、もう。絶対犯人じゃん。これは、ポイントは、ね、このコーデのポイントはですね、ちょっと待って、今マネージャーがなんか投げてきたと思ったらこれなんだけどね。ああ、あーちゃんじゃん。いや、誰がチチナちゃんだよ。だって、あの、水着着てた時チチナちゃんだよ。それ超5000リツイートとか言っててマジ恥ずかしいんだけど。本当、私のこと知らない人にさ、なんか私のなんか恥がさらされて、もう最悪のツイートだったよ、あれは。あのソロコーデは、うーくんと私のサイズが多分逆です。あ、間違えたね。間違えてきてます。このね、オーバーオールを抜いた時のこのタンクトップのみすぼらしさ、ここに注目していただきたい。ダラララッダラララ、なんとかなんとかエクササイズ、ワン、ツー、スリー、ダラララッダラララッ。あーちゃーん。それですね、皆さん見てください、この
ポンス君のいや、ここの紐の部分に普通さ、なんか金具があってここでカチって固定できるじゃん、うん、なんと設計ミスで何もないっていうね、何もついてなくてこっち側だけついてて、ピンで止めました。そう、みんな見せてあげてよ。ねね、見て見て、このタイミングでおっぱい見ようとしてる。おっぱい見た後のこの顔です。見てください、この顔です。カッコつけない自然体でいる家族って感じだな。オーガニックローゼってことですか。オーガニックローゼ、オーガニックなんですよ。読みたくのマッサージしてあげましょう。いや、あなたの番です。もう一番シーンやんないで。よし、じゃあ次のコーデに着替えましょう。いやだよ。というわけで3つ目のコーデはオタクコーデでございます。よっ、いや、いい、一番いい、今まで一番いい。俺は本当ポンス、これいいっしょ。これいいやん。てへてへてへって伝えてる。私はあえてこう短ズボンにしてみんなと差をつけました。俺のバンダナが立ちすぎ問題。いや、もうオタクではないもんね、これコンセプトが分かんなくなってるからね。ジャンプ、ジャンプ、ポンスやって。ポンスくん、どうぞ。じゃあ一番最後のコーデいきますか。いっちゃいます、いっちゃいます。最後ね、ちょっと気合を入れたやつですね。そうです。それでは最後のコーデ着替えてこよう。おう、それでは最後のコーディネート、こちらです。最後はなんとグチコーデです。よっ、グチゲン、グチゲン、グチゲン、グチケンコーデね。グチケンコーデでございます。このポンスはもう上下セットアップでこういう感じで。これはいいよ。私はワンピース、うん、小山ズボンがこれで、この上もグッチのボーリングシャツみたいな。めっちゃかっこよくない。グッチギャーン、グッチアーン。これ気になるのはお値段です。そう、俺がグッチに行って、はい、店員さんに親子でしたいんですけど、うん、よお願いしますって言って選んでもらったみたいな。はいはいはい。でも可愛い、すごいいいコーデだと思う。いいでしょ、うん、こちら全部で、はい、お値段いくらだと思いますか。60万ドワッハッハー、妖怪ちゃんって言った今。ママのことチチナちゃんって言った？違う、チチンちゃん。あ、キティちゃんって言ったの？キティちゃんね。ありがとう、ママのことキティちゃんって言ってくれたの。うん。あ、ありがとう。金持ち家族のハイブランド声ですかね、これは。成金若造夫婦ですね。友達になりたくないですね。友達になりたくないね。はい。嫌だね。こんな親子コーデしてきたらもう絶対に友達やめますね。まあオソロだとちょっとキモいけど、別に普通に使えるからね。そうだね。これで歩いたらヤバくない？子供まで上下グッチ着せてるわよ、そこ。ありえないって言われちゃうよ。確かにね。よし、じゃあなんかポンス君も眠そうなので、この辺にしますか。はい、ということで4つね、はい、コーデをやってきましたけども。え、いいね。たまにはこういうオソロコーデもちゃんとやるとなんか本当に可愛いなと思った。うん。今回のシバナンファミリーオソロファッションショーはこれにておしまいです。楽しんでいただけましたでしょうか。今日も動画見てくれてありがとうございました。この動画が楽しいな、面白いな、可愛いなと思った人はチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。スマホの方はこちらから、 PC の方はこちらから、
よろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、おわー。